ねえ、本当ね、今の清志郎さんね、亡くなられちゃいましてね、本当ロッカーとしては非常に残念ですが、多くのバンドがこの数年で解散もしくは休止ということで、サザンがね休止になっちゃった、それからチャギアスもそうですよね。そしてこのカイバンドも休止になっちゃいました。我々ちょうどアラフォーから50にかけてですけれども、懐かしい曲いっぱいありますが、今日は2曲ヒーローともう1曲ですね、このカイバンドからナンバーを歌いたいと思います。知ってますかね、アウトローという曲でありますけれども、一緒に乗ってください。じゃあ行きます。世界中から声がする、立ち上げる時だと叫んだ、テレビをつけたら言ってる、この世の終わりは間近だと、声が枯れてまいりますけれども、ですね、今日エコベスタということでちょっとねエコを考えていただいた一日になったと思います。地球温暖化ということで京都議定書1990年に対して実は 6% 我が国は二酸化炭素減らさなきゃいけなかったんですが、なんと去年の数字見ますと 9% 増えております。ですから今日機会にちょっとずつ皆さんの生活を少しでもエコにしていただければありがたいなと、たまには政治家みたいな話を申し上げまして申し訳ありません。それではですね、最後のナンバーは、世良雅紀さんって知ってますよね、世良雅紀&ツイスト。
燃えろいい女夏に向かって歌います。